六六組のエンタメの場合ようこそ、六六組のケメロジとペチの巨大機構とサクです。ということで、純愛ディソナンス第9話直後考察ドラマ、はい、ということで、今回の第9話はですね、なんて言うんだろう、なんか恋愛模様が白黒ついてきたのかなっていう回でしたね。うん、そうだね。うん、もうなんか今までだいぶゆらゆらしてたけども、うん、もうここはこうだっていうのが固まってきたなっていう感じがしまして、ね、今回考察要素はね、結構少なかったんですけども、まあ、その中でも少しね、垣間見えたピースをつなぎ合わせたらですね、ハーミットの完璧な計画が浮き彫りになったので、あら、え、見えてきましたよ、これは。これ言っちゃうんだ、今日。もう結構大胆考察であるけど、明日にする。え、今日言っちゃう。明日にしないで。もうやめろ、一回。いや、なんでしょう。今日言っちゃうらしいですよ。めっちゃ気合入ってる。オーケー。そう、だからそこを詳しくね、解説していこうかなという、はい、思いますのでね、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、純愛ディソナンスはですね、毎週木曜日夜10時からフジテレビ系列で放送されているドラマでありまして、僕たちはその翌日の金曜日に直後考察動画を上げています。で、放送日当日にはですね、リアルタイム生配信なんかもやってますのでね、一緒にそちらで純愛ディソナンス楽しんでいきましょう。はい、ということでですね、まずちょっと考察に入っていく前にですね、まぁ、今回、一つ話しておきたいのが、慎太郎についてですね。あら、慎ちゃん、ちょっとなんか、やだ、慎ちゃん。ちょっと問題児化してきたね、慎ちゃん。問題児というか、ちょっとどうなのっていう動きが多くてですね、まあ、結局ね、壁の落書きをしたのが慎太郎だった。そんなわけない。そう、女の敵入れた。これ何なのそれ、の見てる人そう、やったのが慎太郎で、まあ結局ね、その置き手紙を残して慎太郎はシェアハウスから去ってしまうわけなんですけど、はい、気持ちの整理がついたら警察に行きますっていうね、言ってたよ、書いて行かなかったね。行かないんだよ、しんちゃん。行かなかったね、しんちゃんは。韓国決まってるかと思ったら、やっぱロイヤーは嫌だと。嫌だ、友達の家にいたよな、翔太。翔太、うん、で、さゆにえいって、かわいいんだよ。そうそうさ、ちょっとそうそう、ほんとそう、物申したいのが、その、慎太郎のあのテンションがさ、その、一応だって、あれで。犯罪ですよね。結構犯罪らしい。下手したらもうほんとに、いや、これよ、全然。告発というか何ですか、うん、告訴。告訴されて、はい、そうだね。終わりですよ。ね。もうこれですか、うん、そう、これでえいだし。ちょっといたずらしちゃったテンションなんだよ。そうそう。ああ、俺も謝りに行くか。そうそう。あのテンション絶対違うよね、って。どうしちゃって、慎太郎。ずっとよかった。そうそう、だいぶ慎太郎あのことを軽く思ってる。しんちゃんね、なんか周りも別にそれを咎めることはないしさ、最後君だから。まあまあそんなもんなのかとは思うけど、あれでいいのかなっていう。いやでもあれもちゃんとさやがお金をね、まあ、用意して、用意したから示談で済んだ。そう、済んだよ。まあ、だ結果的にはね。そうそうそう。それ知らないでしょ、しんちゃん。多分知らない。知らない、それは知らないけど。うん。だからそれは知ってたらね、もうちょっと多分、まあ、年回りも変わったのだろうけども。できない。できないし。まあでも料理うまいから。いえ、それでチャラにならんって。さすがに。あー、ちょっとあめこっかーい。そうした。慎太郎の今後に幸あれっていう。いや、大丈夫、本当にそう。リコちゃんいるから。そうだ。ということで、じゃあ、ここからね、ちょっと考察の方入っていきたいんですけども、まずですね、まあ、前回の考察動画でも言ったようにですね、ハーミットという謎の人物がですね、はい、ハルトである説が濃厚だよっていうことを言ってまして、うん、まあ、ちょっと詳しくは前回の直後考察見てほしいんですけども、まあ、簡単に言うと、まあ、ハルトは5年前の小坂殺害事件の犯人、鏡の息子である可能性が非常に高くて、その鏡を成敗したマサキとサエのことを、まあ、息子であるハルトは恨んでいるよ、うん、っていうようなことですね、うん、でまあそのねハルトは、まあ、復讐として、まあ、サエとマサキを引き裂くうまくいかせるわけにはいかないということで今、うん、こういう復讐をやってるのかなっていうことですね、はい、そうだね、うん、まあ、いつからハルトはねこのマサキとサエを引き離そうかっていう動いてるかについてなんですけども、まあ、マナミがねマサキと結婚できたところからとかではなくて、はい、うん、あくまでもシェアハウスにハルトが乗り込んできてから始まったのかなっていうふうには思ってます。うん、なるほど。だからそう、2人のことはマークしていたけども、まあ、2人が再会したのをきっかけに本格的に動き始めたっていうような感じなのかなっていう、ちょっと細かいディティールはあれですけども、まあそういうようなね流れだなというふうには思ってます。うん、はい、ということでちょっとね長くなったけども、これが前提でありまして、まず今回ね第9話であった、まあ、マサキ側であったハーミットの動きをちょっとまずね見ていきたいんですけども、うん、北斗がですね、サエたちが住んでいるシェアハウスの権利書を手に入れたということでしたが、まあこれがね、9話最後の会話から、はい、シェアハウスの権利書を北斗に渡したのがハーミットであることが判明しましたね。うん。だからその権利書を餌に、マサキをね、会社に引き戻そうっていう作戦でしたね。で、結局ね、マサキは土下座して会社に戻ることになったんですけども、だからハーミットは、マサキを、まあ、検事の元から離さないことで、サエとの距離を取ろうとしてるのかなということだよね。予告見る限りだと、ケンジがサエにね手切れ金を渡してたから、
そのマナミの気持ちが離れたとしても、やっぱりケンジの元にマサキがいる限り、ケンジはどんな手を使ってでもマサキとサエが結ばれるのを妨害するから、ハーミット的にもなんかマナミとマサキをくっつけるというよりも、うんうん、マサキをケンジの元に置くっていうことが割とサエを遠ざけることで重要なのかなっていうか、ね、そっちの動きに見えよるよね、うんうん、いや若いのにハールットやるね。ハーミット、ハールト、ハールト、あ、なるほどね。もハールト、ハールトなんですか。ハールト、ハールトですか。ハールトですか。そういうこと、一瞬わかんないけど、そういうことね。ちゃんと訂正すんなよ、ね、恥ずかしくなった。違う、ハーミットって言われましたけど、あ、理解しました。なるほどね。続いてはですね、9話の最後の方に、マサキの元に鏡から手紙が来てまして、まあ、すぐそばに災いが迫っていると、過去から逃れられないっていうふうにね、書いてあったんだけども、まあ、これが、果たしてまあ鏡本人からなのか、それともハルトが偽装して鏡として出したものなのかっていうのが、うんうん、まあどっちもね、今のところは考えられるんだけども、で、なんか次回のね、あらすじを見ると、なんかマサキが鏡にね、このことを問い詰めるんだけども、鏡は黙るらしいんだよね。うん、そうそう。ということなんで、ちょっとこの手紙がね、どういうことなんだっていうふうに考えてみると、これをね、ハルトが送ったとしてちょっと考察してみると、まあ、鏡はハルトが動いていることをいろいろね、知ってるから、うん、その手紙もハルトのだと思って黙っているのかなと、いうことを考えられるし、うん、逆にこれが、まあ、鏡本人が送っているのだとしたら、だからいろいろハルトがやっていることを知っているから、ちょっとそうやってマサキに対してなんか警告みたいな感じで手紙を送って、うん、でも息子がやったっていうことは知ってるけども口が裂けても言えないから黙った、うん、みたいな動きなのかなと、うん、そうだね。そう、ハルトが書いたにせよ、鏡が書いたにせよ、まあ、鏡は、まあ、ハルトの計画、ハルトが何か、マサキとサイに対してやってるなっていうことは気づいてるんだろうね。そうだね。うん、そうそう。力関係的にはどっちが上というかさ、うん、鏡がハルトに指示してっていう可能性はないのかね。まあその可能性も全然あるよね。だから鏡ができないからハルトを動かしていろいろやってもらってるみたいなのも、まあそれも全然あるよね。うん、まあ、仕向けたっていう感じもあるんだろうね。ああ、逆にね、あ、鏡がちょっとあいつらのせいでみたいな言って、それをハルトにそそのかすことで、じゃあお父さん僕がやるよみたいな。そうだね、ハルトがもう自主的に自分から一から計画してっていうのは、まあ、ないか、なんかあんまり考えづらいから。でもそうかもね、それこそ鏡の書いた災いっていうものはハルトってことになるわな。いや、まあそうだね、災いイコールハルトっていうことだろうね。ハ、うん、ーミットイコールわざと、わざと、まだややこしいな、なんか解決ハールトとわざと天鎖子、いやいや、どっちもどっちだなちょっと鏡がどの程度そのハルトの計画に噛んでいるのかっていうのが、まあ微妙なところだけども、まあ絶対知っているし、なんなら指示を出してる可能性もあるし、そそのかした可能性もあるのかなっていうような感じですね。はい、はい、で今言ったのが、まあマサキ側で起きたハーミット関連のことでありまして、はい、次はですね、サイ側の方で起きたハーミットのことをね、話していきたいんですけども、まあ、まずね、今回サイはですね、まあ、静かにお金を借りて死ぬまで一緒にいるというふうに言ってしまいましたと。まあ、このね、一件がもうすでにハーミットの作戦だったんじゃないかなっていうのが僕の考察なんですよ。またどういうことだっていうふうに思うと思うんですけども、うん、だからこれね、そもそもですよ、まあ、静かってずっと再登場してから大金を持ってるじゃないですか、うん、はいはい、もうその大金を持ってる、それこそもうハーミットが仕向けたことなのかなっていうふうに思ってまして、そう、そっから始まってる、静かに大金を持たせるところから始まってるのかもっていうふうに考えられました、うん、はい、はい、まあこれを詳しく説明していくと、まずですね、匿名で静かに大金を持たせたハーミット、うんうん、でそのお金を持って逃げた静かのもとに、まあ、逃げられないぞと脅迫めいたメール、うんうん、&サイの居場所を送ることで、まあ静かはね、うかつに外を歩けない、出歩けないようにして静かの行動範囲を狭めて、まあ、サイの近くに静かを置いておくっていう作戦を、まずそれで作ったのかなっていう感じがしまして、はいはいはい、うん、まあ、その次、まあ、いろいろ時は経ったけども、慎太郎を悟して、まあ、落書きをさせる。うん。だその損害賠償をサイが払うことも、まあ、ハーミット、ハルトの計画通りでして、やっぱりそういった時に、サイがお金を借りる相手も、母親である静かしかね、いないから、やっぱりそれも計画の通りで、やっぱりそうすることで、やっぱサイと静かを、契約させて離れられなくしてね、それでまあ静かがいるから結局マサキとの声も阻まれるっていうような計画をハーミットはしてたのかなと。天才やん。いや、天才、めちゃくちゃ天才なんだけども、結局この静かの大金っていうのが未だに明らかになってなくて、なんか今回ね、静かを探してたなんかおじさんがね、お見舞いというか病院に来てたけども、あの人から奪ったお金みたいなのではなさそうだったんだよね。確かに、はいはいはい、うん、そうだね。
なんか特にそれを返せみたいな下りもなかったし、うん、心配してた。そう、心配してた。だから急に多分静香がいなくなっちゃったから、うんうん、多分あのおじさん探してただけだと思うんだよね。はいはい、うん、だからあのお金は関係ないってなって、ここまでお金のことについて触れられてないっていう風になると、やっぱりこれもハーミットが絡んでくるのかなと。まあそうだね、うん、全部やってたってことか、うん、全部やってた。一応なんかつながりはするんだよな。まあそうだね、まあ、なんでこんな大金をハルトが持ってんだっていうところもちょっと疑問ではあるんだけども、それこそさっき言ったさ、やっぱりお父さんである鏡がブレーンとして存在してたらこのぐらい動けるし、全員知ってるもんね。そう、全員知ってる、知ってる、そうそうそう。でそれこそお金に関しても、まあ鏡だったら数百万持ってても別に不思議ではないじゃん。そうだね、だからこういったようなことをハルトをそそのかしてやらせた可能性もあるのかなっていうふうに考えましたし、うん、まあ次回予告でもさ、さやがさ学校っぽいとこでさ、後ずさりしてて目の前に誰かいてさ、あ、はい、それがもうハルトの襟足だったんだよね。いやもう完全にねハルトっぽかった襟足、うん、いやそう、ここが見えた、すごいじゃん。そうだからまあハルトが黒幕というか、いろいろやってたっていうのはやっぱり間違いはなさそうだね、そうだね、だからどこまでやってたか、まあそうだねっていうところがちょっと難しい感じはするけどね、うん、そうだね。だからまあ次回で多分もうハルトっていうのが明らかになるだろうね。なんだろうな、うん、はい、ということでまあ今回ねちょっとハーミットの動きを、まあ真崎側のね動きと西側のね動きと見てみたけども、かなりハーミットがやってるってなったらここまでやってると思うけど、うん、うん、まあ全然ここまで噛んでない可能性もね、まあな、まあもちろんある。そこがどこまでやってるかっていうのがちょっと見ものではあるんだけども、そうだね、そうそうそう、全部奇跡的にたまたまっていう可能性もあるから、まあもちろんね、それこそお金を持ってたとかも全然違う理由かもしれないし、ちょっともしよかったら皆さんの意見もお聞かせ願います。お願いします。はい、ということで僕たちは純愛リスナース以外にもいろんな考察をやってます。結構ね環境に差し掛かってきて盛り上がっているので、そちらの方もよろしくお願いいたします。あとはですね、僕たち来たる9月24日にですね、我々のサードイベントを行います。よっよっよっ、はい、まあ実際にね来ていただいて楽しむもよし、配信で楽しむもよしということでね、いろんな楽しみ方ありますし、あります。グッズなんかもね販売していたりしていなかったりするので、そちらの方もやってありますよ、ね、ぜひぜひチェックお願いします。はい、あ、ごめんなさい。はい、ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、ろくろくでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。ということでベジ、はい、純愛ディスナンス最終回で絶対に起こらないであろう結末は何でしょう。北斗、原付免許取得北斗、北斗が北斗時間割いてられないですね、そこ北斗。